それでは、うん、引き続きユニオンタウン。化けてくれ。化けてくれ。なるほど。とは一体。はい。化けてくれではないと。うん。化けてくれ。散々化けてきたけどね、今まで。今更何に化けろと言うんだ一体。教えてくれ。一体誰に化けろと言うんだ。わからんで、それは。わからんで。やってみなきゃわからんで。お兄ちゃんだったらほぼ一緒だからね。うん、化けてくれ。あ、化けてくれ。なんだ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 美を追求した。全の幹部連中を集めとるらしい。よくも悪くも、なんか50年代って感じで。打ち合わせを行うそやで。怪しい会議？怪しい男がいたよ、今ね。それ以上に。金色のリーゼントみたいにいたね、今ね。なんだったんだ。あれは忘年会の打ち合わせやろか。はい、残念やが、多分ちゃうで。はい。戦争準備のための作戦会議や。あ、まずいじゃん。そんなら会議に忍び込んで。めっちゃ妨害するわ。妨害すれば戦争が終わると。アーキストの車が通るで。あ、見失うな。オッケー。そう、金色のリーゼントがロボットに包まれていたけど、一体何だったんだろう、あいつはな。君は職探しをしてるのか。ああ、大変だ。ああ、なんだなんだ。車もそんなど真ん中走るっていう。車道を行くっていう。車道のさらに真ん中を走るっていう。どけい。どけどけ。気をつけろ。待てー。待てー。あ、なんか湿地帯のようなところに入ってくるのか。いや、なんだ、ここは。さらにただ地道にただ追いかけるあひたすら地道に兵隊が増えてきたな、うん、なんだこの看板は The Navy wants you はいあ海軍に入れてやだよで私ちょっと厳しい戒律とか無理なんでちょっと自由に行きたいんで私無理ですねどうやらここが秘密の会議場みたいやな提督会議に参加する人間に化けて潜り込むのがええやろ。なるほど。そして会議がうまくいかんように妨害するんや。ああ、面白そうじゃん、今回。なんかおるの。面白そうじゃん、今回。あ君かなんだなんだ。あ、提督君提督かというわけじゃない。常に見張られてるので。じゃあこいつをまず海に落としておいて。あれ、なんかいるぞ。あれ、さっきの人どこ行ったんだろう。走り回ると、こっち向いちゃうので、ちょっと遠くから。そうなの。読む。難しいねこいつに変身してはぁなるほど催眠術あ、用なしじゃなかった催眠術はい、ね、こいつになればいいのでお前眠れたあ、そうか眠れたはいこれで OK ですおい目の前で今倒れたけどあの兵士はよそ見をしていたようだこれで将校になったのではお今からスマイルの作戦とおっとなるほど一回こういう会議参加してみたかったんだよね、うん今すぐ現隊に戻って攻撃の準備を行ってほしいなるほど24時間以内にモスクワを攻撃するのだやばいじゃん失敗するなこれは純粋なる防衛戦争なのだ、はい、怪しいね先に手を出したのは赤の奴らではないかロックウェルの徹底して赤と呼ぶって勝利は我の手にロックウェルの悲劇作戦がうまくいけばクリスマスには結構棒読みだけどなるほどねはーいでいやいや待ちなさいってそれはサザエのことだなるほどミス・ロックウェル。ああ、当然の報いだ。いや、これは、話題をぼかす。ぼかしても、ささいか、ロックウェルなら、ちょっとミス・ロックウェルについて言ってみますか。いやー、彼女綺麗だったよねーって。ちなみにですが、うん、左上見てとおり、一発ミスったら終わり。いや、やばい。いや、ミス・ロックウェルでしょ。ミス・ロックウェル。機関の言う悲劇とは、ミス・ロックウェルが行方不明ということではないのか。そうそう、あの美女を失ってしまったということはさ。いや、なに？やべえ！ということは最もだ。今こそ先制攻撃のチャンスだこれは終わりかまだですあまだ大丈夫一人目は消えましたこれまだもう一回だけチャンスやうわやべえなさすがにダメかふざけすぎたかエリア42はいあったねそんなのでそうだそうだみたいなこと言っちゃいけないんだね被害者の証拠が足りない勝てるとは限らないもう諦めろいや最初の2つが証拠が足りん、いやー、証拠なんか捏造する連中だからな。うん、あれはマジェスティックか。証拠が足らない証拠が足りない奴らがやったという証拠がない。そう。もしソビエトの攻撃だったら、自分の核を使うはずだ。お、いいよ。こいつ言うのじゃん。そうだよ。よし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 、危ねえ危ねえ。計画にはとても賛同できる。チャンスが。だいぶまだ大丈夫。まあ、1対1だね。あ、だいぶ終わった陸軍は行っちゃいました。嘘、やべえ、マジか。やっちまったよ。どうしよう。まあでも、まあ、今ならの問題です。2回ミスったら終わりです。ああ、どっちか1回でも成功してれば、これだけです。おー、危ねえ。すげえ、ここ。舐めた口を聞いてくれるじゃないか。いつからそんな偉くなったんだ。いや、別にいいじゃないですか。だって俺だもんって。俺だもん。貴様
どうやって盛り込むんだって、どうやって盛り込むんだって、たった今やっただろうって確かに。あ、やるか、おお、やるじゃん、ファイティングポーズ。当たらなければどうさえ。あ、ダメだ、それはフラグだ。あー、嘘、強い。共産主義様へかかってこい。いやいやいや、怒ったほな、遠慮なくやらせてもらう。やろうぜ、後ろ歩きで。あ、さよなら、君たちはさよならだよ。バックします、バックします。かわいい、かわいい。気ぃつけや、当たると痛いで。あ、痛い、どこやらへん。このフォーメーションが、あれあれ、ほらほら、余計んかい。あ、どうした、どうした、今度の球はちょっと違う。あれ、まずい。あ、やば、うわ、さっきのリーゼントか。おい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 、リーゼント見せてよ、中身がいるんだろ。いやいや、それジャンボバックス、ジャンボバックスがわからんけど。あ、君か、将軍です、将軍か。見せてもらおうか、地球のパワードスーツの声の音やろ。いい声だった。パワードスーツの声やろ。はい、じゃあヤツとアームキッドを倒せ。うわー、あぶな。まず君から、これでフェアだ。フェアだね、君から一発撃ってもらえ。そうしようか。おー、やるというのかね。来た、前よ。おお、時間だ。もうドカッと入るな。もうメル邪魔だぞ。今、2対1の男の戦いだ。ほんとだ、2対1だ。あ、これで1、1と。1、1。さあ、やりますか、将軍。まず一軸ビームで。ね。さっきの将軍自体の方が強くなかった、うん、でパンチ避けたり殴ってきたり。ああ、一瞬で来るか。これ陸軍が気になるけど。危ない、あー、なんか今なんかあるぞ。あー、行ったわ。ああ、えっ、本体の方が強いぞ、この人。気をつけろ。違う、やるならやれ。敵イコール共産主義。そんなことを割にせえへんか。あ、あら、何、どういう意味だ。だってそうやろ、こっちが新しい強力な武器を買うたら、そっちはもっと強力な武器を。聞いたことあるせいで。確かに。クリプトマトマラソンやで。人間中生物はそんなマラソンを続けるほど愚かな生物なんか。すげえ、クリプト。わかりにくいネタは。知能。わかりネタはやめろ。マジやで。では、わかりにくいネタはやめろ。どうすればよかったというのだ。そうだな。こんなことになる前にもっとよく話し合うべきやったや。土星論を言ってますが。そうすれば理解し合えたはずや。あれ、我らがすべきやったのは戦うことやない。ラブ&ピースやね。愛し合うことやったや。何が起こるよ、ちょっと。ネタか、本気や、本気や。すべては誤解だったのか。あれ、なんか意外と最高に傷使ってないよね。あ、死なないで。あ、死んだ。おー、おい、殺し倒すんで。いや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 、なんてなんて最悪だ超悪いやつじゃないかよ、クリプト。まあ、いっかって悪かったあ、まずひどい、壮大なボケだったんだ。骨すら残ってる、ね、ひどいな。アームキャー、はい、ミッションコンプリート。やっちゃったよ。あ、英雄アームキスト将軍、強打的なクリエイターを身をもって。おいおいおい、大丈夫か。確かにそんないいキャラだったのに、ここでさよならか。ここでさよならです。そうか、じゃあ我々もね、悲しいマラソンを断ち切りに行きますか。お、彼に向かって一発捧げよう。ポンポン、お前いいやつやったよ。さよなら、デストロイ。